こんにちは、先ほどロクトン近田ですけど、スピーチョーさんのライドと申します。ウェストキャライドやってます。モネちゃんと音楽ってとても縁が深いじゃないですか。じゃあ、モネちゃんとね、相性のいいミュージシャンとかアーティストって、一体誰なんだ？なんかね、ミュージシャンと相性が良さそうだなと思ったんですよ。それはね、ちょっとミュージシャンで相性のいい人を占ってみようかなっていう、そんなお話です。相性のいいミュージシャンをバーッとまず上げましたので、ちょっと今回そういうシンプルなことでいこうかなと思うんですけど、まず相性のいいアーティストは、増田俊樹さんね。声優メインなんですけど、歌手もやってる。増田さんです。谷口マグロさんですね。これ、カナブーンですね。カナブーンのボーカルの人ですね。カナブーンいろいろありましたもん。あとね、渡辺大地さん。これ、黒猫チェルシーっていうね、今ちょっと活動休止中なんですけどね。俳優なんかも最近やってるんですけどね。そのボーカルですね。で、あとまあ、ちょっと人気あるバンドの、浜ちゃんがね、ベーシストでやってるところの、岡本津の、ボーカルの岡本翔さん。この人もイケメンですけどね、モネちゃんに合います。ちょっと、あと大物になってくるんですけど、米津玄師さんは、モネちゃんと実は相性がいいんですよね。そしてまたどんどん大物行くんですけど、藤原さとしさん、オフィシャルヒゲダンディズムか。ヒゲダン、恋鈴のね、エンディングテーマ曲をやってたじゃないですか。まあ、この人既婚なんですけどね。まあ、でも、マウロちゃんとは相性がいいんですよ。あと最後に、高野清和ですね。ミセスグリーンアップルで、ちょっと今活動休止になっちゃったんですかね。そこのベースでリーダーの方、この人もイケメンなんですよね。この人もモネちゃんに相性あります。で、これ結構ね、いるっちゃいるんですよね。アーティストの中で。モネちゃんと相性がいい方っての。ただ、どっかしらでね、なんか接点とかね、持ってたりとかして、仲良くなったりする可能性もなきにしてもあらずかなと思います。まあ、そんな感じで、今回は、モネちゃんとアーティストで相性のいい人っていうのを絞ってみました。こんな感じでした。チャンネル登録よろしくお願いします。